皆さん <laughs> え、こんばんはえ。衆議院議員の原口一郎です。夜中にですね、やってるのは何でかって言うと、本当は朝やってるんですけども、今日中にっていうかもう日付が変わって、えー、申し上げとかなきゃいけないことがあるんで、あのし、えー、やってます。もうスペースだけでやってるんですね。朝のやつは4弦でやってるんですけども、で、えー 日本では報じられないアメリカレッドステートということでお話をしたいいと思います、えー、2016年ですねトランプさんが勝ったときに多くのその日本のあのー、まあ、政治家も含めて世論っていうのかなその新聞社も含めてですねあのクリントンさんが勝つって言ってましたね。でその よっしゃいいのに、まだ選挙は終わってもないのに、クリントンさんに会いに行って、後で慌ててトランプさんに会いに行った人もいましたね。僕は辞めるべきだって、その人に言ったんですけどね、トランプさん勝つから。ましてや、その、あの、現職のそういう立場の人がですね、あの、同盟国の大事な選挙の、僕らだって、あの、頭にきますもんね。自分の あの相手にです、ね、応援に行く人は大体もう友達でないというふうに思うんですよね、まあ、それはどうでもいいんですけども、あの2016年、なんでトランプさん勝ったかって、日本じゃアメリカはポピュリズムになって、えー、とにかくアメリカが劣化したからトランプさんが勝ったんだって言ってるんですけど、まあ、それももう、よくそんなこと言えるねっていうぐらいひどい解説ですね、そうじゃないんですよ。 アメリカのここに書いてるレッドステート。レッドステートってのはどういうことかというと、その、それまでアメリカはですね、あの、大統領選挙っていうと、しかも僕らが見てるアメリカは、西海岸とか東海岸なんですよね。なかなかその、レッドステートって言われる共和党が強い、えー、地方って言われるところに行く人はあんまりいない時代が多かったですね。だけど、もう今、 あの中西部だろうがどこだろうが皆さんね日本人の方もおられるんで僕が言ってることはよくお分かりになると思いますけども、うん、これ差別用語だっていう毎回言いますけどもオーバーフライトの人たちってねその人たちをあのとんでもない言葉で使ってる人たちが僕はそういう差別をすごく憎むんですけどもオーバーフライトの人たちってその東海岸とか西海岸の人が差別的に言うのは何かっていうと。 一生自分の地域を、まあ、出ることなく、えー、飛行機で頭の上を飛び越される人たちっていう意味なんですね。差別用語ですよ。僕が言ってるんじゃないんですよ。で、この人たちはアメリカの政治にも大きな影響を及ぼさなかったって言ってるんですね。もうそれもまた差別ですね。同じアメリカ人になる。で じゃあどういう方々かというと、まあ、大草原の小さな家に出てくるような、えー、農業に従事しあるいは子どもたちをですね、えー、世界のためだとアメリカのためだっていうんで従軍させですねそしてつつましいあの生き方をされてる方々ですね。えー、アメリリカはもちあの前にも申しし上げましたけど、プリグラム リリグリムファーザーズ、えー、ピューリタンですねあのイギリスの,の宗教弾圧っていうのかななんて言ったらいいんでしょうかあのそういったものにから逃れられてきた、まあ、移民の国ですね移民の国でそ,のそれでもアメリカに逃れた後も、えー、イギリスから大変な搾取を受けるっていうんでボストンティーパーティー事件が有名ですけども そういっったきっかけで独立戦争っていうのが起きたわけで,す、ね、でまあだから彼らの場合にはそのフロンティアっていうのが常にあってそしてそのフロンティアをこう開拓してった人たちでその開拓してった人たちはあのまあピューリタン、まあ、ワスプっていう言葉がありますねワスプホワイトアングロサクソンプロテスタントまあこういう人たちがある意味アメリカの まあ中心だった時代が長かったですねで長かったんだけどもう今はその時代はもう大昔で、えー、中西部に住んでいる方々は、まあ、従軍をしながらだけど従軍はアメリカのためだ世界の平和のためだと言ってたんだけど本当はディープステートっていうか自作自演のですね戦争で、えー、アメリカは平和になるどころか。 安全になるどころか危険になってそしてその、うん、尊敬されるどころか嫌われてるとまあ今ブリックスの首脳会議が南アフリカで行われていて彼らの笑顔を見るともうアメリカさようならって言ってますよねアメリカとその傀儡の日本さんもうあのお呼びでありませんって言ってるんですよねでそんな,な あのアメリカの,そのレッドステートの方々もいや実はそうやって一生懸命アメリカのために尽くしてきたんだけどそれは、まあ、偽旗作戦というか嘘だったとで自分の子供たちは生きて帰ってこないとだからアメリカの中西部に行くと反旗をあの 掲げたお家があるんですねそれは大切な子供娘や息子を亡くしたそういうお家なんですよねで自分たちは本当に、まあ、一生その地域でから、えー、飛行機に乗ることもなくあの黙々と働いてるんだけどその税金は何に使われてるかっていうとまあそういう軍に軍っていうかな 軍にまともに使われるんだったらいいけども、戦争屋の戦争に使われて、そして自分たちの生活は帰りもされん。ちゃんと納税して、ちゃんと働いてるんだけども、その税金はどこへ行ってるかと。え中央銀行に、その、うん、パラサイトした、中央銀行に、うん、癒着をした人たちがですね、ボタン一つで巨万の富を得ていると。 ものすごい格差ですよね、でじゃあ、あのお金はだ誰のお金なんだと、でもうそういうもの、うんざりだそれがあのトランプ革命の原点なんですよね <coughs>、アメリカの建国の理念に戻れっていう話ですね、であのこれも影響3.0のあのカズさんが、ま <coughs> 礼。 やっぱちょっと喉おかしいマ。マックスさんと話をしてたんですけど、あの、アメリカの中にはその、紙幣があるんですよね。で、自分たちのことは自分たちで守んなきゃいけないと。で、基本的にマックスさん、その中で言ってましたけども、連邦政府は嫌いなんですよね。連邦政府は彼らは嫌い。あの、特に、あの、ブルーステートっていうかな、えー、今のバイデンさんのような、 え、グローバリストやそのネオコンに支配されたものは彼らからすると最もアメリカから遠いものだっていう考え方ですね。で、これは日本では報じられないアメリカなんですよね。で、彼らは食料やエネルギーを持っている。食料やエネルギーを持っている。油を掘ってですね。そして、まあテキサスを思い浮かべれば、ね、油を 作ってるわけです。作ってるか生成してるわけですね。掘り出して、あるいは彼らはあの食料を持ってる。そしてその伝統的な宗教的な価値観の中で生きていると。これってどっかと似てると思いませんか。今朝お話をしたロシアですね。ロシアはソ連が崩壊したときに世界中からもうなていうかな死肉に群がる。 それこそハイエナのように、もうありとあらゆるところが来て、その食い散らされそうになったんですね、いや、実際に食い散らされたわけですね、あの時に、ソ連の崩壊の時に、ロシアの方々の平均年齢は、何歳落ちたって言ってましたかね、かなり平均年齢が落ちたんですね、それはなぜかっていうと、健康のインフラまで壊れて。 あるいはそれをですねオルガルヒっていうかなそのディープステートと組んだ人たちがえ私してったわけです民営化っていう私かなですよねでロシアはそれでもうボロボロになってあこれ終わるかなって思った時にプーチンさんが出てきてそしてえロシアの国教会ですねそ,それを中心としたロシアの伝統的価値観をこう 国民にあの知らしめて、そして、それでもって国を立て直していくわけですね。で、彼らは、あの、今言ったレッドステートの人たちとよく似てるんですよね。あの、ロシアってすごく農業、国民改農法っていうのがあるって前にもお話ししましたけども、みんながその農地を持ちなさいと、の農業をやりなさいと。えー 別荘でも農業をやりなさいと。こういうことですね。やっぱり農業とか、っていうか食料とエネルギーを持ったところは強いんですよ。だって、あの、しょっちゅうこうやって戦争屋が戦争を仕掛けてるから、ずっと不安定ですよね。食料だって、エネルギーだってちゃんと入ってくるかわかんない。だけど、それを握ってるところは強い。で、 トランプさんとプーチンさんが、ある意味、なんていうかな、こう、こうできるっていうのは、そういうところにあるんじゃないかなと思うんですね。あの、僕はアメリカの政治家と会うときに、その人たちの軍歴も見るんですよね。で、軍にいた人は、そんなに、あの、勇ましいことを言わないんですよ。逆に。軍にいた人、トランプさんも、えっと、アカデミーの出身ですね。 アカデミーの出身っていうのはど,どういうことかっていうと、まあ彼の場合は、あまりにも伝えられるところによるとですね、小さな頃、素行が悪すぎて、自分の親の学校からほ,ほたられてお、お父さんがアカデミーに出てるんですよね。まあアカデミーにそうやってあの素行が悪い人が入ると、アカデミーってなんかよほどその、なんていうかな、あの、悪い子の、 受け皿みたいに思われてるとき、それは結構な、あの、エリートコースなんですよね。で,まあ、でもそこに入ってる。そこに入って勉強してるもんだから、あの、軍のことがよくわかってますね。で軍のことがよく分かった人はですね、昨日あの、やらさんと話したみたいに、台湾に行って国民に死ぬ覚悟ってなんて絶対言いません。だから逆に言うと、軍出身の あの、議員を、の方が、非常に、あの、権欲的ですね。あの、抑制的なんですよね。で、もうこれで結びにしますが、アメリカはですね、もうある意味、えー、今回バイデンさんのいろんなことが明らかになって、で、トランプさんが4回訴追をされてるけど、この4回の訴追っていうのは全部、その民主党、 っていうかなディープステートの側に帰ってますよね。この4回目の訴追は、えー、選挙のに不正があるっていうふうに言ったっていうことでしょ。でも、それをこう、今度裁判の中で調べていく中で、ね、本来だったらもう1年前にそういうあの大統領選挙の1年切ってくると、そういう政治一周ってなかなかやりにくいんですよね。ためにするもんだと思われるから。だけど 訴追してくれてるもんだから、必ず、あの、国脈を裁判っていう中ではっきりしなきゃいけないでしょ。で、これもその、日本じゃ報じられないアメリカなんだけど、アメリカってあの、検察官も選挙にものすごく関連しますし、それから、ある意味、あの、特別検察官なんていうのはそこから政治家になるステップでやるから、 あのむしろこう司法が武器化してる国なんですよね。まあ、日本もまさにこの今週出た「週刊文春」なんか見てると司法が武器化してますね恐ろしいことですね司法が中立性を失って逆に言うと A っていう人間は見逃すけど B っていう人間は逮捕するってこれやられた日には まさにジャスティスってなくなりますよねあの。弁護士のバッジをご覧になれば、あそこに天秤が書いてありますよね。天秤っていうのは、みんなに公正であるっていうことですね。公正であるっていうことが、法の元の平等、法律の基本なんだけど、実はそれがもう、アメリカの場合は、司法、それから選挙っていったことがですね、選挙も、 日本のシステムとは全く日本はまた別の意味で、選挙に不正をいっぱいやる人たちが多くて、かなわないんですよね。僕らも実際に選挙、も何回とか、な国会で10回で、県会、まあ、12回やったわけですけども、必ずですね相手よりか、まあ、世論調査で10ポイント以上か,かっとかないといけないんですよ、でそれはな,なぜかっていうのは、ここではもう言いませんけども、まあ、ろくでもないことをやってるわけですよね。 で、日本のろくでもないその選挙違反のやり方と、アメリカとまた、あれが全然違うんですよね。まあ、ちょっと、あの、話がそれましたが、日本では報じられないアメリカ、つまり、アメリカは、ある意味、レッドステートとグレー、あの、ブルーステートで、ものすごい分断が入ってしまってますね。も、もっと言うと、こう、今、 これまで散々パラ、あの、ディープステートがやりたい放題やってきたんで、中が荒れ放題ですよね。日本もさっき申し上げたような、もう、取り返しのつかないことをいっぱいやってるんで、もうこれからですね、うん、これどう立て直すか。与野党の中にいるこのディープステート勢力を叩き出すだけでも、 ちょっと相当の,あの力がいりますね。というか、後ろから鉄砲を打つやつは、やっぱ後ろに目がないから、不ぎにくいんですよね。撃たれた後で、あの、うーん、なんて言えばいいのかな、撃たれた後で、たまたまその球が頭をそれてた、ラッキーだったぐらいの今、状況ですもんね。だから、まあ、僕はこうやって、毎朝、毎朝、 夜やることはあまりないんですけども、ち,ちょっと、例の汚染水の問題は、本当にもう取り返しがつかないしその、岸田氏が責任取れるわけないじゃないですか。だって、選挙に負けるから解散でもうできないだろうって言われてる、そんな総理がですね、あるいは自分のあの、木原さんという最送金も切ることができないような総理が。 どこが責任取れるわけないじゃないですか、あのまあ、そのことをお話をして、日本では報じられないもの、それをですね、まあ、積極的にあの情報取りに行くようにしていただけるとありがたいですすじゃあごおやすみなさい失礼します。